提案でいい、はい、提案で新藤辰巳のコメラジオ始まりました。いとこの坂巻さんです。いとこの坂巻さんです。ですね、今回ですね、やっぱね、すごいなって思うのが、まあ、誰しももう今となった芸人ではね、まあ、言われたら、ああ確かにそうだねって、まあ、言うと思うんですけど、ソニーニートプロジェクト、はい、なぜあんなにピン芸人が育つのか。確かにそうだね、まあ、言うでしょ俺そうなんです。ニートプロジェクトね、まあ、ソニーっていうお笑い部門はニートプロジェクトとヒートプロジェクトというのがありまして、まあ、最初ニート、まあ、最初1個だったんです。途中で2個に分かれているので、まあ、ヒートはちょっとまだ若手なのでまだそんなに育っていませんが、ニートプロジェクトは2004年から開始になりまして、まあまあいろんな芸人が入ってきまして、まあ、ニートはある程度芸歴がある人が、うん、ね、所属する、そう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 、はいはいはい、初期メンバーというか、初期メンバーというか、そこにいた、はい、あのジャンプ2000っていうコンビが、はい、2005年からエンタの神様にね、一人登場して、それがコウメ太夫なわけですよ。はあ、なるほど、そういう流れなんだ、はい、2004で立ち上げても2005年には売れた人が出ると、うん、まあ、そこら辺からしても、うん、やっぱり優秀なピン芸人が育つ環境があったのかなっていう。すごいですわ。すごいですよ。ニートって名前もまた、うん、だからちょうどそのエンタの神様と被ったっていうのと同時に、またそのピンが主にやっぱり、まあ、エンタが求めてるのがピンの形式のネタだったっていうのもあるのかな。あるあるネタだったりとかいうの、雨宮さんとかね、雨宮さん、平井健二さんとか平井健二さん、じゃあ竹谷とか、はい、でまあ今はもう在籍してませんけど、タイガー・リーさんとかも、ああはい、でその後に R1 グランプリっていうので、これがすごいですよね。こっからがもう本当にすごいんだよね。毎年一組はいるんじゃねえか。ねアキラ 100% さんが優勝 し, 優勝し、ハリウッドザコシショウさんが優勝 し,、はい、優勝し、松本クラブさんが連続的に決勝に行き、はい、優勝したようなもんだ。で初期のR1 グランプリは梅さんも決勝に行ってますよね。あ、そっかそっかそっか、うん、でロビンフットというコンビで決勝に行きつつもピンでオグさんが R1 決勝すげえ、でダーリンズというコンビで決勝にキングオブコント行きつつもピンで松本凛さんが決勝が入った、ね、でキャプテン渡辺さん、はい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 、で今は話題騒然がまだ R1 決勝行くんじゃないかって言われた桜井さんね。はい、桜井さん、桜井さんギターのでなんか、え、知らない、うん、ごめんなさい、あ、ちょっと勘弁してくれちゃんと勘弁してくれ、すみません、桜井さんで、まあ、ミレさんは大体わかるんで、ごめんなさい、あのピン芸人、ギター芸人で、はい、まあ、今年 R1 決勝行くんじゃないかって、まあ、桜井さんっていう、ローマ字表記で、まあ、雨宮とその表記は似てるんだけど、芸歴もう21年ぐらいになるんで、初めてテレビ見たのが、テレビ出たのがつい最近っていうので、うん、でなぜそんなに育つのかと。本当だね。まあもちろんその準決勝レベルだとまたでね、ギフト矢野さんとか北の誉さん、うん、であと北の誉ってニートなの。ニートいますよ。そうなんだ。今はね、元オフィスバードやね。まあ、オフィスバード、移ってきました。まあ もともとそのオフィスバードで準決勝行ってますけど、うん、で有田ジェネーションの桐野康夫さんとか、うん、で最近活躍して野田ちゃんとかチャーミングもね、元あね、うん、うん、でね、遅れて入ってきた今泉さんとか元18期のね、はいはいはい、あれもまあエンタの神様の時に出てたかな。まあでも育ったというより、まあ、育ち上がったのが入ってきたっていう形になりますけどね。まあ今で言ったら割とあと勢いのあるチェクターさんなんだよね。チェクターさん、これも後に決勝行くんじゃないかと言われてるのがあって、まあ、ニートプロジェクトの51組中のもう18組がもうこう話題になってる。すげえ。ってことは半分近くの人が、どんな割合、ありえないよね、もう結果を出せてる。ってことはもうここは育つ環境が整ってる、そうね、と言っても過言ではない。まあまあソニー自体がまあちょっとそういう環境ではあるんでしょうけど、うん、まあ、キングオブコントとかもそうですけど、うん、で特にやっぱりピン、ピンすごいねっていうのも、でまあ要因の一つであるのがやっぱりどこにも行けなくなった人が最後の最後で叩く、うん、として、うんうん、ソニーっていうのがやっぱあって、はいはいはい、
でやっぱり当時評判もあまり良くなく誰でも入れるっていうことでプライドの高い芸人たちはいやソニーはちょっとなんてね、うんうん、いう人もまあ今でもいるかもしれないですけど、うん、そのぐらい間口が広い、うんうん、かつしたらじゃあどういう人たちが結果的にそういう人とこに行くのかって言ったらもう年齢も超え芸歴も長すぎて評価もされ続けない人たちがそこに行くと、うん、評価されないけどずっとお笑いは続けるので新しい形とか急に何かが噛み合った時にバーンと跳ねると、うんうん、今回の桜井さんはまさにそうで、うん、もう売れなくてもいいぐらいに思ってたけどたまに受けると半年に1回ぐらい受けることがある、うん、こういうことがあって一応ダラダラ続けてたら急にハマって最近はもうテレビでちょくちょく出てるんですよ行列の相談所だったりと、うんうん、芸人報道に出てきたりとか、うんうんでもう R1 の受け方もすごくいいともう決勝候補じゃないかと言われているので、うん、またここで桜井さんが決勝に行くことがあればまた一組増えるという状態、うん、すごいわ、うん、そうやって数字で聞いたら改めてすごいですね、うん、だからもう完全にピンの育成所としてはすごく優れている何、うん、だろうでも絶望的なところもあって、事務所ライブが6段階あるので、うん、やっぱトップのところに金銀銅ホップステップジャンプ、うんあるんですけど分かれてるよねホップなんか一番下とかホップステップ一段階ホップステップジャンプ、うん、銅、うん、銀とか、うん、まあ銀をやってくれたら大丈夫銅ぐらいまでこの4段階ぐらいまでだとやっぱりオーディションも何も一切ないと、うんうんうん、だけど一応毎回事務所ライブには出れるどこにあるかね、うん、他の他事務所でやったら大手だとかだったらネタ見せからやり直さないといけないっていうのはないわけネタ見せは一応月に、何回かある 2,3 回あるよね、うんそれにも参加しないといけない強制的にネタ見せる見せをする回数も多いかつあそこの芸人さんはもう芸歴も長いので、まあ、ある程度尖りももう丸くなってる人たちが多いので、ね、逆に尖り終わってる、ねうん、尖り終わってる人たちが多いので意見を求める人たちが多いよねすごい切磋琢磨ですねなんかないダメ出しみたいなのをあまあまあ、ね、M1 ファイナリストレベルでも聞いてくるっていう作業が文化としてもう出来上がっているから、ねうん、結構プレイヤーとしての意見も聞けて作家としての意見も聞けるっていう空間作りができているのと、うん、すごく長いというキャリア下積みができている人がたくさん入れるところっていうのがやっぱ後に結果につながりやすい状態になってるんじゃないかと、うん、だから結局オーディションなんかで、勝ちやすいとか、うん、所属した若手なとかはやっぱり年齢で見られやすいので本当に勝ち上がる実力者っていうのはそこでは見抜くことができないっていうのがソニーの事務所の結果を見ると明らかにされたのかなっていうので、うん、なまじ今お笑いで頑張ったい人でオーディションがある程度年齢いって全然受かんないっていうのは落ち込むんじゃなくひょっとしたらその求められてる新人を求められてる基準としては全然なんかないポイントとしてないのかもしれないけど、うん、M1 決勝とかすごく画期的なネタが生まれ出るという意味ではひょっとしたらポイントが抑えてあるんじゃないかと、うん、そういう人たちがソニーに行くとすごく結果を残すんじゃないかっていうのは思いますね、うん、そうね、うん、そうだわすごいねすごいすごいだから R1 でもちろんねその陰で全然勝ち上がってない人もいるかもしれないけど、うん、でもそのぐらい勝ち上がってる人がいるから何か勘のいい人だったら気づけるかもしれないしやっぱり和気あいあいとしてみんな仲いいよ割とね仲いい横つながりが意外と ねあるのででもそれがぬるま湯じゃないですもんね、うん、ソニーの人ってねぬるま湯じゃないんだけどぬるま湯でもあるみたいな、うん、その家族感もあるし、うん、だからそこら辺が非常になんか居心地もいいと思うんだよね、うん、持ち小屋もあるし、うん、でちょっとライブやりたい時とかもそこで安く、うん、小屋を借りていろいろライブも打っていけるので、うん、バイタリティも養える、うんでもオーディションは全然ない何とかしなきゃいけない事務所では毎月出るからとりあえず居続ける環境としてはありがたい空間でそんな早くもうここに入れないなって思う環境がないからずっと経験を積んでいける空間作り、うん、すぐ切られるっていうのがないんで、うんうんうん、それがすごく結果的にこのまだ16年しか立ち上げて16年しか経ってない中でこんだけ結果が生み出た理由なのかなっていう、うん、だからそんなにね、高齢化の人が芸人が多いって言って後ろめたい思いをしなくても別にちゃんとひたむきに芸歴を重ねている言っているなら20年だろうが30年だから諦めずにソニーで一旗あげることはできるんじゃないかと思いました、うん、
いやすごいわ、うん、すごいわ本当に本当すごい本当すごい。ヒートからはやっぱあんまりないですね。ヒートからはまだね、森山さんとかいますが、あでまあ準決勝とか、森山君ってヒートなんだ。はい、そうなんだ、うん、へえ。なのでこれからだからヒートからも出るんじゃないかなとは思われますけども、うん、言ってもまだ16年経ってやっとこんだけの形が生み出たっていうのがありますし、いいんじゃない。だから孤立してるピン芸人で芸歴長い人はソニー入ったらなんとかなるんじゃないかな。本当にそうやね、うん、うん、まあピンが育つ。地下芸人の会で言ってた名前挙げた人とかもね、うん、なんかねソニーに入ったらね、うん、あーっと化けるかも、ね、化けるかもしれないしね。決してソニーが売り込むわけではないけど、環境周りにいる人たちってのはやっぱね、ちょうどいいんだろう、考え方を養える、ベストな状態になってるよね。ベストな状態に、そこまで普通に会えるしね。そこまで狙ってやったわけでもなさそうだけど、うん、でも偶然偶然自然に偶然掘ったら温泉出た、温泉出たみたいなベストな環境が、ね、ベストな環境になってると思いますね。すごい。で仙川というね町がまだそんなに発展しないところになってるともいいんじゃないですか。これからもっと新宿とかで頑張りたいっていう夢も持たせてもらいつつ、何線だあれ、何なの線。やっぱり年いった人がちゃんと急にポッて行ったり、まあね M−1 で言ったら錦鯉が行って、今で言ったら桜井さんが行ってとかいうのがね、うん、ちゃんとあるから、キングダーリンズが行ってロビンフットが行って、うん、渡辺エンターテインメントとかそんなことないわけですから、ハイキングさんが行ってってことは、うん、すごい環境でございますよ、うん、もちろんそのピンので言うかというとはこれだけだけだけどね、コンビの結果出した人もいたらもっと確率上がりますから、うん、ものすごい、要するに半分がちょっとリスペクトされるぐらいのレベルにはいける、うん、2分の1、これすごいよね、すごい、うん、M11 回戦合格率より高いわけですから、うん、すっごい倍率、うん、大概ソニーの人がいるもんね、うん、いやすごい、ソニー、ソニーのニートプロジェクトのすごさでございましたね。ぜひね、迷ってどこも入れないというし、自分にもう才能がないと諦めている芸歴の長い方、一度ソニーに入って頭をリフレッシュしてみませんかというね、ありがとうございました。はい、はい、以上、新藤辰巳のゴミラジオでした。